はい、今週も始まりましたクラブ系のごきげんようなんですけれども、早速ゲストの方をお呼びしたいと思います。今週のゲストはこの3人です。どうぞ。はい、はい、まあ先々週からずっと引き続きなんで、この声で今週はお送りしたいと思います。じゃあタイトルコールいきましょう。クラブ系のごきげんよう。高橋社長が目の前でコーヒーをこぼすという事件を起こしましたけども、慌てましたけども、自己紹介いきましょうか。セーザーです。ピカチュウです。絶対ちゃうな。絶対ちゃうな。じゃあ、ディオールの広告出てた。いや、ディオールが今日意識してるっすね。ちょっと、はい、じゃあ自己紹介。あ、北極です、よろしくお願いします。なんなん北極って。逆にキーなんだけど俺。え、そこは答えやんの。強めなんで。じゃあ、ちょっと分かれば行こう。リクトです。お願いします。え、君やで。あ、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 大金の黒です。よろしくお願いします。わあ、わあ。殴りそう。もう、ちゃんちゃん。開始早々放送事故ですね。放送切れてんねん。放送事故ですね。呆れてますね。消えない人。今日はあのいつもよりちょっとギャラリーが多いようなので、楽しい会になるんじゃないかなと思うんですけど、保護者の方々がね、はい、保護者の方が2名来られてるんでね、すごい楽しい会になりそうだなと思うんですけども、早速フリップテーマいきましょうか。毎週恒例の、あの今週のテーマは上半期ですかね、あ、下半期、下半期というざっくばらんな、4月に入ったからね、はい、下半期というざっくばらんなテーマなんですけども、色が黒いのはあれですわ。この間ハワイ行ってきたからね。ですね。光で、日焼けで。この日焼けで。あ、ごめん。お前やろ。下半期。はい。テーマ下半期。下半期。じゃあ、はい、天心の下半期。ドン。ドン。はい。本を読む。おお、はい。なんでな、まあ、別に上半期でもできた。上半期でもできたんですけど、ちょっとできなかったんで、下半期はやっぱ本っていうのはこういろんな経験積んできてる人の知識が前ままね、はい、受け入れるからね、言葉とかいろいろ書いてあるんで、うん、ちょっと本読もうかなと思ってるんですけど、うん、なんか今すごいこの本行こうかなって思ってる本あるの。今はなんかなんすかね、こういう喋り方をしたら失礼に当たるとか、こういう喋り方をしたら得するとかいう本をちょっと買おうかなと思ってるんですけど、うん、え、ホスト何年目？はい、何年目ホスト？ホスト3年目で喋り方の本買おうと思った。いや、もっとこう鍛えるためなんですけど、はい、なんかそうですね、例えば今以上のものを出そう思うて、はい、なんかじゃーとか使うのはすごい失礼みたいなとか書いてあったんで、どういうこと、どういうこと、じゃーって言ったらじゃーをこう頭につけるだけでその言葉がマイナスに聞こえたりもするみたいな、書いてあった。じゃあやりましょうとかってこと。はい。で、なんていうの、それでいきます。それではやりましょうとか。なんかそういう方がいいみたいなんで、うん、僕そういうなんかそういう本が好きなんね。そう、そういうなんか結構、うん、あの影響されやすいんで、なんでも本とか。一番最近影響されたことは何なの。一番最近影響されたことですか。影響されること多いやろ。影響されること多いですね、うん、なんかこうテレビとかでまあなんか、まあ、地震が来るとか言ったらあんまり来るんやろうなので、すぐそんな感じ。じゃあ次行きましょうか。はい、じゃあコメントにありますピンクのイケメン君、リクト君です。リクト君の、はい、リクト君の下半期ドン。散歩。おー、また事故りそうな感じですよ。下半期どうして散歩すんの。いや、あの下半期とかじゃなくて、もうなんか散歩しようかなと思ってたんですよ。で、その自分ホストやって新宿来てちょうど本当半年1ヶ月経つんですけど、
半年と1ヶ月7ヶ月ですか、うん、新しい表現です。2つですけど、新宿どこに何があるかちょっといまいちまだ分かってないんで、ちょっと把握しておかないとちょっとまずいかなと思って。不便やと。はい、その買い物行くときとかどこに何があるかとか全然分かってないんで、そのこっち来て全然都内どこも行ってないんで、新宿からまず出てないんですよ。で、渋谷のスクランブル交差点自分行ったことなくて。勘だよね。交差点。交差点ね。交差点。あそこってなんかめっちゃ人多いって言うじゃないですか。ああいうとこちょっと一人でぶらつきたいと思ってるんですけど、どうなんですか。めっちゃ人多いですか。多いよ。あの、というかニュースとかで上からやってる時あるじゃないですか。あれって合成やからね。基本合成やから。合成やから。現場では一人も歩いてない。逆に歩かれへんかもしれない。それ現実ですか。現実。現実。あ、そうそう。全部 CG やから。そうなんですか。フィクション。すごい普通に歩きたくて、じゃあそこまで普通にだったらちょっと行ってみたいなと思って。人が多いとこ好きなの？いや、大嫌いです。大嫌いなんですけど、なんかめっちゃテレビで出てるんで、めっちゃなんか行きたいなと。あ、テレビによく映ってるようなところを行きたいみたいな感じね。そこにちょっと寄ってみたいなみたいな。こういう時はそれではって言ったよ。それでは行きましょう。それでは。渋谷は行ったことないの？渋谷もないっすね、一回も。すげえな、逆にな。いやもう地元にいるとき東京にまず出てきたことなくて、基本的に。え、茨城や。はい、近いですけど、電車で1時間、2時間ぐらいで来れるんですけど、いやもう、行く気になんなくて、うん、なんかもう、そうっすね。全然関係ないけど、はい、渋谷じゃないけど、この間池袋に行って、はい、まあ池袋そんな行くことないけど、はい、立ってたら、声かけられて、すみません、池袋どこですかって言われて、ブブブとそれはやってます。池袋だしここと、そいつは何回も池袋どこですかって言うから、え、もういるじゃんって思ってたんやけど、池袋ってあるらしいね。あ、あの、そうなんですよね。そう、池袋っていう五八甲みたいな袋がおるらしい。あ、へー、すげー。そうそう、見たい。それ全員知らんかった。逆にブブブやったっていうね。それでは逆に知らんかった。じゃあ、え、すごいですね。袋好きなんですよ。袋好きな。好き好き。じゃあ見に行って。うん。行きます。行きたいですね。よいしょ。じゃあ池袋から攻めよう。バケ怖い。スクラブの怖いだな。そうっすね。そこら辺かな。行こう。じゃあ、シロちゃんは。クロちゃんね。ああ、これはまあね、毎回もうでいいかなって自分の中で思ってるんですけどね。一回空気なごなごでした。いい加減ものにしろや、自分の。あ、お前真面目に見ておいた方がいいってことですよね。当たり前やん、ふざけてんの。もういつでも真面目にやらないっすよ。ちょっとシロちゃん、ちょっとオープンしよう。クロちゃんね、わあって言いながらちょっと。もうなしでね。やはり、もう見ていけ、はい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 、シロちゃんね。仕事を奪う。はい。おー、なんか書き方腹立つわ。なんかそのちょっとね、筆で書いたみたいな。ちょっとね、汚くなっちゃったんですけど。仕事を奪うって、あの、まだ内勤やり始めて全然まあ4ヶ月ぐらいですか。なんだこのクソメガネって言われて。いや、クソなんで。なんだこのクソメガネって面白いな。あの、まあ最近出ちゃったよ。まあ全然やってるんですけど、クソメガネ書いてるんですけど。早くね。で、それで、まあまだまだ全然ホール回しとかも全然できてないし、やったこともないんで。クソ回し。クソ回しはしないですけど、まあなんかやってみることがあるなら全然どんどんやってみたいなっていう。じゃあそのシロちゃんが今一番したい仕事は何なの？これシロちゃんが一番したい仕事、この仕事奪いたいって仕事は何なの？シロちゃんは。クロちゃんやろ。それシロちゃん。ちょっと危ないかなみたいな感じで。クロちゃんやろ。お流してたんですけど。何回振ったんやねん、わしも。ほんで、で、ホール回しですかね、一応一番やりたいの付け回しね。そうですね。誰がやってんの今は。まあ社長とか、うん、やっぱ見ててやっぱやり方に不満はあるやろ。いや、あるっていうよりかはなんかもっとこうした方がいいんじゃないかな。自分がやったらもっと代表とかの幹部の方々がもっと楽になれるのかな。そうやね、思ってるんで、ちょっとずつでいいんで。社長がやるよりね。そうですね。クロちゃんがやった方がやりやすいね。そうです。任せよ。剣士、角刈りなの？僕、二段階ブロックですね。角刈りかっていうすごいコメントが来てる。いや、そう、もうちょっと角刈り したらいいやん、しようかなと思ってる。いつまでに
奪うの、そのオール回しの仕事は。いやもう下半期過ぎたんで、徐々にもう来月ぐらいから上半期が過ぎた、上半期過ぎたんでも徐々にもう来月ぐらいからちょっとずつ来月にはホール回すと、はい、できるようにしたいだかなと思ってはいるけど、まあ絶対文句あるだろうかなっていう、と回し方も下手だし、抜くとかもあると思うんで、全然ちょっとずつ覚えていきたいなと。付け回しのポイントは何やと思う、一言で言うと一番大事なこと。結構社長のこと見とるやろ。はい。その中であの動き一番大事やなっていう動きは何なの。抜くときは抜くみたいな感じですね。絞れてやるけ絞れていきましょう。前あの社長は抜くときは抜いとるやろ。やっぱとうとうカミングアウトしたのじゃあそれ。なるほどね。抜くときは抜くか。ちょっとなんか見る目変わるわ。そういう意識を持ってやってるの。どういうこと。見る目変わる。人はだから新規ついてる時にちょっと入れ替える時に抜く時やろ。意味ね。シロちゃんダメだってそれ。シロちゃんね。次行きましょう。はい行きましょう行きましょう。もういいこれはいいと思う。これはいい。まあ時折すぐぶっ込んでいこうと思ってます。そうですね。よろしくお願いしますということで。じゃあお宮行きましょうか。忘れてた。今日のね、今日のお宮はこのピンクのイケメンリクト君ですね。はい、じゃあカメラこれですかね、どっちですかね、どっちですか、どっちですか。横やろ。横横、これこれ。あ、これです。お、なんか。はい。OK です。めっちゃ赤い。何これ。これは牛タンです。お。牛タンに見えへんな、なんか。一応牛タンなんですけど、なんか牛タンは牛タンでも、ちょヨーロッパの方の原産なんだ。ヨーロッパの牛なんや。そうっすね。なんで、まあ俺もまだ味見もしてないんであれなんですけど。え、牛タン好きなの、リプトは。いや、まあまあまあ、ちょいちょいは。なるほど。ちょいちょい食べたことないやつを持ってきてくれたな。そうっすね、俺も食べたことないんで。じゃあちょっと食べご意見番に、うん、いただきます。お、センスある、さすがイケメン言われてるで、リプト。ありがとうございます。うん、これはあ、ヨーロッパの、うん、やっぱヨーロッパのアイアンだ。クロちゃんです。これやね、シロちゃん。クロちゃんです。わー、手、あ、手ですね、手ね、手かぶせんなや。滑った滑ってん。違うパンと無理でしょう。あ、でも、ハム。なんちゃうっすか。どう、でかす。いっちゃう。いっちゃうね。よくあるハム。うん、ハムね、うん。よくあるコンビニの黒胡椒の切れた、牛タンのハムって感じです。まあ、一手間加えてるなっていう感じがするんですけど。どの辺にそれを感じるの。やっぱ言葉の勉強してるから、伝えることもあるやろ。そうそう。レポしてよ、食レポしてよ。黒胡椒が効いてるし、ね、見たら分かれん。もう話して。手放せ手放せ。なんで来たんやろ。触んの。いや、結局まずくはないです、美味しいですよ。美味しいです、はい、美味しいけど、そうです、ごく、はい、無難な味です。ジャージーな。ああ、自分で買ったそのヨーロッパの牛タン、どうどう。なんか普通普通やね。普通に美味しいってことね。はい、これ食べろ。お前もう二度と食うな。もう何も食うな。寝とけ。もう寝とくっすか。はい、今日もクラブ K 見ましたと、あの店に来て言っていただいたこのヨーロッパさんですか、はい、ヨーロッパさんの牛タンをリクト君から提供しますので、ぜひともお店に来ていただいてご機嫌を見ましたとぜひ言ってください。と同時にですね、いつもと一緒なサイコロの目のトークテーマをまたコメントで拾いますので、どしどしこんな話してほしいなっていうのがあればコメントお願いします。ということで行きましょうか、サイコロ。しゃー、はい、君から。あ、もう出た。お腹が痛かった時のシーン。次、うわ、おぉ、やってもうた。出た、当たり目。はい、やってまった。お前めっちゃ当たり目だすな。僕当たり目やっぱ。すごいな。はい。
でもおみくじも大吉以外連続当たり目やな、聞いたことないんで、はい、そうめっちゃタムケンクエスチョンお前受けてる気すんもん。はい、タムケンクエスチョン好きっすからね、結構もうもうええかけええな、これじゃあ、はい、香り続くトップよいしょ、はい、当たりました、はい、はい、これもう何個出していいかわかんないですけどね、ずっとありますんで、はい、ずっとありますんで、ちょっと先着1名様、今日来ていただいたら当たり目くださいって言った先着1名様、一人暮らしの方はぜひ、はい、香り続くトップ、はい、あるんでお願いします、またお願いします。タムケンクエスチョンですね、タムケンクエスチョン、フリートークやんね、フリートークですね、出しすぎやわ、全然用意しなかったけど、えっ、ほんますか、うん、その本の話いこうか、はい、せっかく本読んでるんやったらみんなにも教えてほしいし、タイトルは何なの、はい、本のタイトルは、うん、話読んでないでしょバレたな今な、ちょ買おうと思ってるんですよ、あまだ読んでへん、なんかあの紀ノ国屋書店でいっぱい読んで、それがちなみに謙信は普段、まあ、本とかは読んでたり、今読んでへんかもしれんけど、はい、過去に本読んだりはしてたの、本読ん…なんかそうっすね、あ、僕怪人二重瞑想すごい好きで、うんうん、江戸川乱歩さんの、うんうん、それは全部読んで、小説やんな、はい、推理小説気にしますね、その江戸川乱歩の何見どころというか、なんでそうきっかけとかあったの、好きになった、なんか変な、うん、怪物いっぱい出てくるんで、ね、僕すごい読もうと思って、一番こう印象に残ってる怪物は聖堂の魔神っすね、どんなん、あのずっと上から覗いてくるっていう、江戸川乱歩ってあれやろ、名探偵コナンの名字の由来やろ江戸川って、江戸川多分そうっす、コナンもそっから取ったやんな、はい、あ、そうなんすか、うん、で、どんなんて、どんな怪人って、青色で、うん、なんかあ、ちょっと1個だけ言っていい、はい、お前の話やからもうちょっと自信持ってしゃべる俺その話全然知らんから不安やわ、いやでもなんか、うん、どんなんどんなん すごい、僕がそこまで読むっていうのはでもすごいことだと思う、自分的にもぜひ、江戸川乱歩だから、どんな怪人やねんって、そいつはどんなんすか、うん、小説やからこう、お前の中での、はい、想像なわけやろ、はい、聞いてる、そうです、はい、集中して、え、お前の小説やからこう写真というか絵は載ってへんわけやん、怪人のなんていう名前だったっけ、聖堂の魔神っす、聖堂の魔神、聖堂の魔神、ちょっと一回書いてみてよ、どんな感じ、え、お前絵心すごいもんな、はい、めっちゃお前のだから正解はないわけやんか、はい、その小説やからこう見えへんし、お前の中での聖堂の魔神っていうのはどんなの、ちなみに見たことある人、江戸川乱歩ないっすね、ないよね、推理小説俺も読んだことある、ないわ、結構最近のっすか、いや、めっちゃ昔からあるよ、江戸川なんちゃらってだいぶ前やんな、現地あんな、はい、聖堂の魔神って、あの聖堂っていうのは青い堂って書いて聖堂ってこと、そん、そうそうそう、青い堂、うん、まあ、そうなんや、お前絵心すげえな聖堂これが小説の中、現地の想像する聖堂の魔神、聖堂の魔神、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ怖いっす、想像力豊かすぎる、こいつめちゃくちゃ怖いっす、なんやねんこいつ、いやこれ、いやめっちゃ怖いっす、ほんでほんで、ほんでその、どういうやつなのこいつは、なんかその、うん、こう、怪人二重瞑想の十二個目ぐらいのやつなんですけど、うんうん、あ、二重瞑想で二十人怪人がおるの、いっぱいいます、いっぱい、二十体怪人がおるってこと、一番強いやつ、なんか太陽になったやつなんですけど、ちょっと待って、あれ太陽って怪人やったんや、いや、めちゃくちゃ強い、あ、そうなの、はい、で、これが12番目ぐらいの、これ12番目のやつですね、うんうん、ほんで、でこいつは、うん、あの、すごい、なんかめちゃくちゃ力強いですね、聖堂の魔神です、え、どういうこと、どういう、こう、技というか、なんか技って、なんかこう登場シーンはどんなんの、すごい、セクハラ好きみたいな、セクハラ好きちょっと待って、いや、なんか、あの、パッて、めくっるんすけど、絶対穴からこいつが覗いてるシーンしかなくて、何をめくんの、めくん、どういうこと、あ、こう、ページをめくったら、うんうん、こう穴からずっと覗いてる写真しかないんで、あ、写真載ってるんや、これ、うんうん、こんな感じっすね、もうこれ、間違いない、めっちゃ怖いやん、で、これ、うん、なんていうんですか、この辺、うん、この辺を覗いてるんすか、壁なん、それは穴っすね、何の穴なん、それなんか、地下を覗いてるんですけど、上から、うんうんうん、ほんで
あ、ってことは、まあ言うたら こういうことやな、地下を覗いてるってことは。あ、そうです、はい。うんうんうん。で、なんか、まあ、そういう怖いですよっていうエピソードがあって、でもすごい面白いですね。君の話は全然面白くないですけど。ごめんなさい。そうか、はい、本、なんでそういう本を読もうと思ったの、また改めて。いや、ちょっと力をつけたいから。うん、なんか息スキルをこうトークに行き詰まってるんや。トークに行き詰まってるってか、なんかこうたまに話がよく分かんないって言われたりするんで、そこはやっぱ改善しないとやばいかなと思って、ね、本を読もうかなと。なるほど、本読んだらでも頭賢くなるって言うもんね。そう、やっぱこう成功者の言葉っていっぱい書いてあるんで、うんうん、みんなちなみに本は読んでます。あ、読んでるん。何読んでんの。今読んでんのはルフィの仲間力っていう。はい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 、はい、いいよ、俺も読んだ。うん、勝手に借りてますよ、多分。全然いいよ。あれいいね。これで読むの。クロちゃんは。これは携帯小説。女子か。何読んでんの、携帯小説。あ、なんかおはげのやつで、なんか全然売れてないやつとかあるんですけど。絶対それ恋愛やろ。じゃあ、タイトルどうなんの。え、王様ゲームとかだったり、なんかファンタジー系ですかとか読んだりしますね。なるほどな。これ一人目やろ。これ一人目ですね、AD さん。え、そうか、やっぱその携帯小説でも、ね、抜くときは抜くんや。いや、そういうの関係なく普通にも読んで、ああそうなんやなみたいな感じ、楽しく。もういいです。じゃあ、あの、シロちゃん、あの、CM コールして。ケンシン、緊張してた。あ、どうやる。CM 行きます。It's called Shock Kaere. He made one decision. Decision is change also chance. Amid my comfortable exhaustion, it posed the question, which were you?ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。はい、席替えも終わったということで、CM 中、鳥が真横に来ましたね。今なんか突然懐いてんねん、俺に。ほんの何十秒間の間にね、びっくりして、でっかい鳥入ってきて、ね、離れへんからやな。一目散にそこ行きましたもんね。そう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 、慣れとる。でも人間慣れしとるな、ね、この子人間慣れしとるわ。いや、歌舞伎町でかいですね。人間に慣れとる、慣れとる人に。ハハ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 ハ。聞いてもらいたいことたくさんあるんですけど、うんうん、その中でも一番は、一番はあの自分ファッションセンスが本当になくて、うん、ないね、ないんですけど、うん、あのどういう服を本当にどこで何を買えばいいか分かんないんですよ、うん、その1店舗で全部でコーディング、コーティングじゃない、なんて言いますか、コーディネート、コーディネート、うん、コーディングしようよ。コーディネートした方がいいのか、それともなんかそのいろんなとこでコーディネートした方がいいのか、うん、そこがちょっと本当に分かんないんですよ。知ってんのかい。知ってんのかい。いや、めっちゃ鬱陶しかったよ。めっちゃ痛そう。唇折れてるじゃないですか。もうね、
で、それでもうちょっとみんなの意見で聞きたいなと思って、うん、みんなどういう風に買ってんのかなって思うんですけど、それはもう一番聞きたい人に聞いたら、シャス俺、はい、レイ君にね、そうそう、阿部長に、いやおしゃれやからな、そうそう、ね、だからお前はもう毎日スーツ着とけって言って、あ、スーツ、もう私服センスない子はスーツ、普通に店以外以外とかでは着る時の服とか、服とかはあれですか？じゃあ何言ってか分かれ、店以外、店出勤の時じゃなくて、別にもう寝る時までスーツでええやん、ずっとスーツ着てくる、おはようからお休みまでスーツでええやん、ひたすらひたすらスーツかっこいいやん、めっちゃ苦しいです、え、めっちゃ苦しいです、あ、カラスが答えるわ、じゃあ、はい、聞いてみて、めっちゃ苦しいっすよね、109 カラスめちゃくちゃそらそらそら苦しいっすよね、じゃなくてどこで買おうか聞いてほしかったね、はい、いいですよ、ほんでおうそれで、おうおう、ほんとに遊び行くときよとか109行ったことないけどな、そうなんですよ、でも遊びに行くときもスーツで、スーツバシッと決めてくる、バシッと決めてやろ、恥ずかしくないですか、恥ずか、お前が恥ずかしいと思ってるときはそんなもん、世の中にはスーツバシッと着てもんねんから、ちなみにどういう格好したいとかはあんの、あ、自分的には結構俺とか薄着やん、はい、え、もうラフでいいんですけど、うん、大丈夫くらい、いや、だいぶ薄着やん、ラフで大丈夫すぎやめっちゃラフこれ捕まるこれは、まああの東急ハンズですか、東急ハンズ、俺は基本ね、うん、基本東急ハンズ、もう、うん、どこでもおしゃれなとこ行きたいんですよ、どこでもおしゃれなとこ、なんかこれこの服装したいっていうやつはないんですか、やっぱブルーマウンテンが一番おしゃれじゃない、ブルーマウンテン、うん、なんか言うたらね、何回とブルーマウンテン、新宿ですか、じゃあブルーマウンテンや、青山だよ、ブルーマウンテンって言ったら青山やろ、いやスーツですよね、うん、今日ツッコミおらんから大変やわお前で、何系の服が、まあその年じゃないんですけど、まあ二十歳超えてるんで、ちょっとね、いくつなんの、今22です、もうちょっと落ち着いてる感じで、まあ大人っぽくもなく子供っぽくもなくっていう感じの服にしたいんですけど、もう雑誌見てそのまま買ったやん、このコメントも書いてるやん、丸ごと、うん、どうやろうな、もう22の頃には俺もう脱いでたからねもう常に、うん、もう過ぎやったからね俺は脱いでたね、うん、やっぱそれが一番簡単っすかねじゃあほんで、まあどうやろうな、こうやっぱ女の子目線っていうのが多分大事や思うから、女子にどんなんが似合うかっていうのを聞いたらいいよ、なんか今見てる子に何系が似合うか聞いてみたら、何系がちょっと聞いてよ、やし似合うと思います、かてかラブレス可愛いと思うとか書いてる、フォーエバーでもいい、あ、フォーエバーと H&M、 H&M 分かる、ラブレス、ラブレス、ラブレスっていう、まあセレクトショップみたいな、でトップマンとかもおしゃれよね、そうね、トップショップ真珠があるしね、そうなんですか、うん、一回どうやろうな、個人的にはどんな雑誌がええとか、芸能人のこんな格好がええとか、やっぱポスやってるんで、芸能格好はしたいと思いますけど、俺はカバちゃん、カツラもね、そろそろね関ヶ谷で関ヶ谷で見るの音なくなってる、関ヶ谷でこれ顔しいわツッコミおるケンジお前ツッコめ、ええ、ツッコんだツッコんだ、地味やで、ね、僕ツッコミっすか、イライラしちゃう、はい、関ヶ谷もツッコんで、はい、じゃあシェルちゃん行きましょう、行きます、お前カラスバッシャーだとかし今2番会話のコツ、あ、これ天使に出たらよかったね、会話のコツ、ちょ、お前今日ツッコめようかな、会話のコツ、会話のコツ、これでもアンケートで前出たやつやんな、そうですね、あのアンケートで2週前ぐらい、サイコロの目何がいいですかって、こう接客業やホストやから、こう会話のコツというかヒン
何を参考にしてるのかっていう。ちょうどアンケートで出たやつか。そうですね、これそしてリスナーさんからも、あの内勤の席につかない君が、そうですね、会話のコツっていう当ててしまったけども、そうですね、うん、基本なんですかね、基本自分もなんか死語とかも抜けやすくて分かりづらいってよく言われちゃうんですけど、うん、クロちゃんに学ぶ会話のコツね。あ、自分はやっぱり聞き手に回る方なので。聞き上手なの？じゃあそうだと思うっすね。それよく言われるの、聞き上手だねって。そうだと思います。言われるかは分からないですけど。スパすごいな今。スパしますか。スパすげえなおめえ。思うっすけど、それでなんすかね、なんかよくさ、社長とかと一緒におるやんか、はい、やっぱ社長会話上手やんか、はい、その社長からその会話、あ、すごいなって、こういうとこ盗みたいなっていうとこないの？とこは上手なんだけどね。とこられたの？とこられては、とこってなんですか、その前に。ツバすげえわ。ツバすげえわ。じゃあなんか社長なんかないの？あ、よく一緒におるか、面白いエピソードがないの？面白い、社長のね、よくおるやんか。そう、どうですか、うん、やっぱ一緒にずっとおるから見えるところもあるやんか。なんかよく話してると、うん、なんかやっぱり頭の回転がすごいなって思いますね、やっぱり。ほんまに対話の、うん、頭でさえ、そう、頭の回転がすごい速くて、うん、なんかどう言ったらどう答えてくるかっていうのがすぐ出てきてるのかなって、もうすごく感じるです。感じるで、あとたまに、まあ結構あの、まあ早い時間とか一緒によくいるんですけど、泳いでるね、その時。そうですね。だからさ、早い時間でってもうクロちゃんと社長しかおれへんか、その時になんか見えるもんってないの？タイム見えるもんとか。ここはもう普通にもう、なんすか、もうあんまり話さない。 YouTube でなんか音楽流したり。抜く時抜くやろ。それがおもんないからフォローしとんねん。なんかないの、ほんまに面白い話。クロちゃんやから知ってる話ないの？社長の、社長のおもろい話知ってないっすね。もうちなみにあれなんや、会話のコツはないんや、お前。ない、違うのね。これも、もう考えろや。ほんまないの、なんかそういう社長の、もう社長から学んだことってね。社長から学んだ、うんこがめっちゃ臭いこと。そうか、社長はめっちゃうんこ臭いな。クロちゃん、学んだ。クロちゃんが、クロちゃんがこの4ヶ月で学んだことは、社長のうんこめっちゃ臭い。めっちゃ臭い。CM どうぞ。なるきに青い水着、夏木に香るにもろはの剣。ああ、くまちゃんの言う通り。ああ、なおぴーにゃかなわない。準備してるんですけども、いつもの後半の時間は企画を最近してる。先週は朝までこれ正解っていう、ね、一回も正解せんかったよね。一回も交わらなかったんですけども、うん、今日はあのガキの使いの危機シリーズ、クラブ K の危機シリーズ第1弾、危機コーヒーを、本家です、本家ですね、うん、こっちが、はい、危機コーヒーを今日はしたいなと思うんですけど、ちょっと画面的にうち映ってないんでね、ちょっと分かりづらいかなと思うんですけども、ありましたね、はい、今6種類コーヒーがあるんですけども、6種類あります。どれを飲んでどれか当てるという、はい、まずトップバッターは
僕行きましょう。じゃあレイ君から、はい、じゃあアイマスク、はい、ちょっと絶対見ないように、あ、これ普通の画面に変えてほしい。あ、じゃあどれ行こう。いや、だからその味見を選ぶの、まだね。じゃあどれしようかな。あ、言わないでね、どれか。はい、本当にお客さん、これどれ、これいきます。はいはいはい、これえ、待ってますね。待ってますね。はい、はい、はい、一口ね、一口でか。絶対難しいですね。あ、まず香りもね。香りね、はい、香り大事やからね、コーヒーは。これ外したらダメなんですよね、今ね。まだか、まだか。鼻まだやで。これ真っ赤だよ、これですよ今。あ、ちょっと映らんな、画面に多分。まあいいや、まあいいや、ここ、あ、いいよ、これカメちゃん。あ、そう、それマイクね。オッケー、はい。頭弱い。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫ね。どうぞ。一回ちょっとお口直し、うん、これ緊張するっすね、なんかね。よくね、僕コーヒーはね、もう毎日のように飲んでるんで ね、 そうね、飲んでるもんね。多分従業員のみんなもよく飲んでるなって思うぐらい飲んでるんで、ここの6種類もね飲んだんで、飲んだことあるんでね。ちなみに今飲んだやつどうやった？なんか飲んだことあるなと。飲んだことはある。飲んだことあるなっていう。行きましょう、うん、じゃあ順番に端から、はい、ね、僕が、まあ、僕が小学校の時に初めて飲んだこのジョージアですね。見えるようにできたらいいよね、ちょうどこれ下向けられへん。あ、行きますね。あ、すみません。僕が初めて飲んだであろうジョージアの何したっけ、エメマン、エメマンですね。エメラルドマウンテン、マウンテン。それからいきます。はい、ちょ、全然おかしになってる。下げな、ちょっと入らん。どうした、絶対分かれへん。いや、絶対分かんないですよ、難しいじゃん。上の、コーヒーとか特に難しいと思うんですよ。上の文字とかぶってる。え、映ってるで、君。え、ハハ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 。私が飲んだのはジョージアエメラルドマウンテンです。おぉ、すごいっすね。ここ動いてやめて。あ、わかるんや。これだったっすか。いや、一緒やったかわからんかった、マジで。一緒やすぎてわからんってなって思った。あ、そういうことね。すごいっすね。さあ、すごい。じゃあ行きますか。行きます。これちなみに外れたら、外れたらなんか違います。あれやんな、間違えたらなんか視聴者プレゼントありますよ。ありますから、その子の何かしらがあるんでね、それは自腹で。次、じゃあリクト行こうか。はい、イケメン、リクト。ちょっと場所変わって。え、クロちゃん変わらんでいいよ。クロちゃんは何、誰と変わるの逆に。あ、すいません。じゃあちょっと、レイ君選ぶ。選びましょうか。ちょっとなんか量少ない。全然見たことないやつばっかりです、僕。僕が個人的に一番、あ、これかな。ダメだね。これよ、うん、めっちゃ見とったらもう。これいきましょうか、うん、もうね、これ買いました。はい、
絶対開けないで、はい、目隠ししながら、はい、渡しててあれ、あれ白パン汚れるとこよ、うん、大好きな白パンが汚れちゃうよ。どう？まだやで、はい、もう分かってもうた。はい、飲んだことは？いや、もうないっすね。ない、ない、これ言っていいですか？本当にないっすね。ないんやったら、飲んだことないこれ。ないんやったらいける。いや、もう全く分かってない。いいよ、開けて。いいよ、ないんやったら逆に当てやすい。あ、そうですね。なんか特徴はあったの？なんかちょっと深みがあるっていうか、おなんかもう濃厚、ちょっと、うん、ピンクマン、ピンクマン。ちなみにこの6種類は全部飲んだことあんの？いや、2個だけ飲んだことないんですよ。どれとどれ？え、どれの？ちなみにこれと、これ何？これ黒の微糖と、あとこれっすね。ああ、飲んだことないんですけど、ファイヤー。うん、1回じゃ飲んだことあるやつか攻めたらええんちゃう？一緒に、ちょっと、うん、はいはい、これね、これ今メマン飲んでます。これ、リクト君、これいってます。はい、あ、どう？え、違う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 違いますね。一回こう、ちゃう、じゃありませんって。これでは、ないっす。エメラルド、これではないっす。ジョージア、ではないっすね。じゃないです、はい。次、うん、あ、これも違います。レインボーマウンテンでもないです。おぉ、おぉ、これゴリンガモン、ちゃんと本家っぽく言わんかいって。私が飲んだのは、飲んだのはボスのレインボーマウンテンじゃございませんと。早いわお前、はい、聞いてない。これ今飲んだ、どうやったの？どうやったこれ？違います。じゃあ私が飲んだのはボスの贅沢微糖じゃございませんって言って。違います。なんでやねん、贅沢微糖じゃございません。お、本家見たことある？ここ本家やけど一応ないっす。ないの？はい、じゃあ今みたいな感じでやって。はい、今みたいな感じでやって。はい、いや、まだ行くからいいよ。どう？違います。じゃあ、あの引き立て、微糖ではございません。俺が飲んだのはあ、ブーがないんや。そうなんですよね。ブーが経営だったから、はい、残念残念。あ、まさかのまさかの。え、でもこれだったのね、これ、キリンのファイヤーでした。あ、飲んだことない、飲んだことないやつだから、どっちか当てれるな思ったのね。いや、もう分かんなすぎました。じゃあ、ちょっと視聴者プレゼント、何行くよ、リクト。あ、リックンだね。今日来てくれた人にね。今日来てくれた人に、さっきも、今日リクトに初回で会いに行くみたいなコメントもあったし、来てくれた人にはあげるもの、自分のものっすよね。え、何でもいい。何でもいい。コーヒー。何でもいいよ。あれすぎる。何？俺の気持ちを。つなし。つなし。はい。なんか物がいいから、みんな気持ちなんかいらない。現金とかは無理やけど、なんかこういうドリンク自分で作って出しますとか。ああ。俺の特性。いや、そのピンクのシャツあげよう。あ。もうオッケーです。じゃあこれ、これあげたい。ピンクのシャツこれいきます。じゃあ今日来てくれたらリクトのこのピンクのシャツあげます。これあげます。帰るときにくれます。俺帰り上半身裸すか。大丈夫、シャツぐらいなんかある。オッケー。初回長めについて、そしたら行こうって言われてるよ。あ、もうどれぐらいつくん？もう一生。オッケーです。じゃあ次、なんか怪しいな。今日ゲストが、いや今日ゲストスペシャルゲストが多分ボキゲーが初登場ですかね。初登場でも多国籍の人。名前はあ、X、 ミスター X。 多国籍の人を、はい、紹介を紹介しましょう。多国籍のミスター X さんです。イエイ。あ、こっち、こっち。 X よ、 X。 怪しすぎる X。おーおミスター X 来た。画面越しであんま分かんない。いやー、これはすごいわ、X。 一応、今回喋るのか喋らないのか分からへんけど、もし何かあったら、ちっちゃい声で言ってくれたら
はい、今何かこれをやりたいと言ってこれをやりたい見ててこれをやりたいどうしてもやりたいコーヒーをやりたいと言っています、うん、はい、やりこれじゃあちょっとやりましょうか、アイマスクできますか、ね、あ、そうですね、うん、一回ちょっとみんな見てしまってるんで場所も順番も、あ、すみませんです変えますこれとじゃあここを変えてじゃこれも変えようかなこれと変えて OK いきましょうかじゃあだいぶランダムになったんですいませんはいどれいきましょうかねいい選んではいじゃあてか X さんもよくコーヒー飲んでるコーヒー飲んでるもんねそうですねあーでもこれいきますそれいきますかあそれいきましょういきましょうこれいきますはいじゃあはいあ渡しますはい怪しすぎますこれ怪しさすごいっす怪しすぎるいやし、喋らへんかったらどう言うんでしょうねまあまあまあ、それも見どころやけど見どころやねはいうんあ、ちなみにこのウサギのメガネ、ウィーゴで売ってたっていう情報がね買ってきましたもんねウィーゴそうっすねテックスさんは OK ですかちょっとまだ、あの、飲み終わった後もまだ、まだですよ、まだですよまだ開けないでくださいはい、OK です、ね、はい、OK ですもう、アイマスク大丈夫ですよあのコメントアイマスクが、とってもメガネとっても目開いてるか開いてるか分からへん今、シームメガネ今ね、はい、あの、みんな多分マイク拾われへんかったと思うけど X さん、ちっちゃい声でプププって笑ってますはい、はい、めっちゃシームじゃあなんかこう、まあ、順番はもう好きにどれからいきますかちなみに X さんはこの6種類全部は飲んだことあるのかなあるしゃべ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 る6種類でも飲んだことあるんですね、うん、もうしゃべりましょうかもうこれからどれからいきますこっちそれ何ですかねこれはボスの贅沢ビトですねボス贅沢金のビト金のビトかなはい、はい、じゃあ贅沢ビトあ、全然違う。おお。これは全然違う。これ何？これですね。全然違う。じゃあ、はい、じゃあ全然します。カメラを。我が輩が飲んだのはボスの贅沢微糖ではありません。おお。そうなの。我が輩の設定なんです、ね。全然違いました、うん。どこの国の人か全然わからない。あんまりね、甘くなかったんで、うんはいはい、甘いやついくわ行きましょうこれいく、この虹色のやつはい、そうですね、行きましょう、うん、虹色よしですね、うん、今これをいきます両手であ、全然違うやっぱそこで飲むんですよねちなみに虫歯だろこれ X さん個人的にはどんなコーヒーが俺甘い方がいいいやコーヒー飲まないの飲まないの飲まないの分からへんやんほんならじゃあいきましょうじゃあこれも全然違う全然違う我が輩が飲んだのはボスのレインボーマウンテンではありませんちょっと待って早い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 全然わ全然レインボーマウンテン全然これですねちょっともう一回やってもう一回全然レインボーマウンテンあ誰か嘘ついてるでしょういやいやいやその感じほんまにこれ来たらもういやいやマジでこれですレインボーマウンテン早っ何やそれいやもうじゃあ、ね、罰ゲームねミスター X さん今日聞いてくれる今日聞いてくれた自分でプレゼントなんで、はい、何をなんかねなんかわあホットクラブやしね一本ぐらい なるほどシャンパンシャンパンをプレゼント
あれスカイブルスカイブルこっちね、まあ、これは一緒だ、これは一緒だ、もうやったらもうスカイブルーはもういつでも調子良かったらプレゼントするそうそう、じゃあもうシャンパンなんかいいやつ、はい、なんかね、はい、場合によってはスカイブルーかもしれない。これはもうちなみに何名、なんか人数は1名ね、いやもう言ってきた1人、まあ先着1名、合言葉だけ決めときますか、せっかくやし、せっかくなんで、合言葉を、うん、合言葉何で、合言葉はね、おっぱいがいっぱいあ、それは女子、女子が X さんに言ったら、じゃあ、今日来てくれたら内勤でもいいですかね、内勤の方でも、うん、おっぱいがいっぱいを合言葉で、これ、これ、うん、これ、スカイブルーかもしれないですね、シャンパンですね、シャンパンプレゼントっていうことでね、はい、なんか今日ドラマかなんかの告知かなんかですか、告知ですね、なんか新しい番組が始まるかなんかか、思いつきっすか、もしかして今出てきた映画映画に出たい。じゃあ、あの願望、ぜひ見てくれてる映画関係者の方がいたら声かけても、あのここまで漫画でもいいけどね、なんかボボボボボボボみたいな髪型だけ、髪型、髪型、髪型だけ、もう髪型だけじゃないですか、髪型だけね、はい、ミスター X さんでした。クロちゃんはいつの間におらんくなったよね、クロちゃんね、クロちゃん、はいはい、クロちゃん、クロちゃんはどこ行ったのね、いや本当にね、いやいや、よくびっくりしたね、びっくりしたっすね、突然入ってきたから、ボボボボボ映画化されるのかっていうのが問題やけども、怪しい、はい、じゃあね、怪しいね、これ怪しいね、これ怪しいね、何でって言うぜ、じゃあ、いや持ってるっすね、なんかちっちゃなった、ちっちゃなった、ね、ちょっと一回ちょっとメガネ取ってみて、一回メガネ取って、じゃあせっかくこうやって注目感を浴びてるし、クロちゃんもあ、そうですね、目、はい、このまま、じゃあクロちゃんどれでいこう、クロちゃん 目開けといて開けとくんですか、クロちゃんもう目開けといて、どれにしようかな、クロちゃんはキキコーヒー、あークロちゃんコーヒー飲むか分からないですよ、どれにする、あー飲まないんすけどね、じゃあクロちゃんはこれにしようか、金の美と行きましょうか、ワンダーの金の美とキキコーヒーいきます、あー行きましょう、はい、こんな反応してくれるのか、クロちゃんどれからいく、どれからいこう、あー一番好きなやつは何なん、一番好きなやつですか、うんうん、コーヒーはビトはあんま飲まないんですよ、あーそうね、甘いのが好きな、甘いのよりブラック、うん、なるほど、お菓子なんで、じゃあ行きましょうか、大阪のおばちゃんみたいな大阪のおばちゃん行けや、えどれでもいいよ、どれ行く、どれが一番好きな、どれでもいいよ、キキコーヒーや、今日よく、まあ、親が飲んでたのがちょっと青いやつですね、青いやつ、じゃあ取ってわおやつね、はい、味見して、これ MMI やんな、ジョージアの、どう、あ、の前に、あの一回も私が飲んだのは、私が飲んだのはこれではありませんっていうより一回も飲んでないっていう、え、どう、え、あ、飲みました、これどれ飲んだっすか、これ、え、怖い怖い怖い、はい、アウト、怖い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 、俺怖い、アウトっすね、今のどうした、死因をしなかったってこと、そうっすね、あー、そうですね、なんでよ、じゃあもういいです、もういいです、ありがとうございました、はいはい、ということで、あの、アンケート取れてるんですかね、最高の目のアンケートは取れてる、ね、久々にアンケートできるぐらい来たんじゃないですかこれでも、コーヒー難しかった、あれ、一発やってたもんね、マジマジで、もうちょっと種類やってもよかったかもね、はい、ちょっと分かりやすすぎたから、分かりやすいですね、結構ね違うからね、いやいやな、今日ね、あのこの企画がもう大喜利と謎々とこのキキシリーズと先週の朝までこれ正解なんですけどもね、4つなやった中でどれが一番おもろかったのか聞きたいですけどね、まだそうね、キキシリーズ、ちなみに僕はあのキキ乳首は自信あります、あーいや、やってますもんね君やで、ああの、目つぶって並んでいただいてキキ乳首は誰誰や、ね、誰とか分かるんですか、その分かる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 、誰が良かった、誰が良かった、誰が良かった、それは最終回でも言わん、最終回に言うわ、誰が良かったかは、
これ今アンケート取ってくれてるんですかね。今アンケート今やってます。あ、アンケート中。聞きちくりすごいですね。目え、自信あるやつは聞き、お尻とかどういうチェック。えどういうやつ、どうやって、確かに聞きお尻は何ってことだ。見た目とか味ってこと。一回うずくめる。感触ね。はい、感触して。ずっと目、目アンコールって出てるよコメントで。目メイアンコール。メイアンコールって多分剣士の子ちゃん。久々、もうな、久々にやってみたら一回。メイ。もう一回。やだね。今笑ってた。なんだ。なんか勝手に入ってきた。あかんやろ。なんで勝手に入ってきたやろ。はい。しますね。臭かった話。臭かった話。臭かった話ですね。次はあいつ何々ってこと。じゃあ来週はね、この2つを取り組んでいきたいなと思うんですけども、クラブ系 の7月の20日ですかね、あの夏を決定戦でしたっけ。夏を決定戦というイベントを、あの各々があの夏にちなんだコスプレを各々が考えてしてくるというで、それ一番夏やったやつが勝ち。一番夏っぽいかったやつが勝ち。あと催し物もなんかあるみたいですよね、大金さん。そうです。何があるんですか。一応催し物はあるですけど。何ですかこの辺。そうそう、それそれ。ちなみに今の音声が途切れてたんじゃなくて、こっちも途切れてたんで。お店にこの何ですか、子供用のプールを置いて、うん、そうなんかくじ引きですかね。子供用のプールに僕入ってます。入ってますんで。代表、似合いそうっすけどね。代表引いたらもう持って帰ってください。あ、代表持って帰れるって。全然 OK。 持って帰ってください。キキ乳首できます。はい、ということで。1対1です。あと、あの初回3組ただも今日もやってますんで、ぜひともね、今日も当たり目も出てたんで、あとリヒト君のヨーロッパの牛タンもあって、はい、あと X さんの先着1名のプレゼントが、カンシャン、スカイブルー、はい、スカイブルーかシャンプ分かんないですけど、はい、あのこういうやつ、ちょっとプレゼントが目白押しなんでね、ぜひとも、あの今日も久々にすごい4200人ぐらい来場してくれてるんでね、はい、ぜひとも、ぜひともお待ちしておりますということで、クロちゃん、いつまでさ被ってんの。いつまでめっちゃ暑い。今日ももう被ってたよ。これで、これで営業したらって言われとった。あ、言われとった。言われましたね。それで営業もするということで、今日はすごい目白押しなので、ぜひともご来店をお待ちしますということで。あと毎週土曜日浴衣なんよね。毎週土曜日浴衣なんで、また浴衣を見に来てください。また来週も見てください。またね。でもなく黙り込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ、腹くだに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。